政府はカジノを含む IR 統合型リゾートの誘致に向けた基本方針の公表を来年に先送りする方針を固めました。基本方針では IR の認定基準などを示すことになっていて、その基本方針をもとにカジノを誘致する自治体が実施方針や整備計画を作成します。政府は基本方針の公表に先立って、事業者を監督するためのカジノ管理委員会を設置する必要がありますが、その人事案の提示も秋の臨時国会に先送りします。カジノに対する国民の不安が根強いことを踏まえて、夏の参議院選挙の後に先送りするものとみられます。これに伴って2023年から2024年と見込まれているカジノの開業時期も遅れる可能性があります。